こんにちは。当時ね、ネオヒルズ族って言われてるそんなグループに、まあ、3人いたんですよね。で、私がね、この3つを天秤にかけてそれぞれのセミナーに行ったんですよ。で、ここはないなと思って一番最初に離脱したのが久住敦志グループだったんですね。いや、あそこに入んなくてよかったなと思いました。多分あそこでやってたら今の私はないばかりか、多分終わってたでしょうね。本当に終わってたっていうのは、私自身も終わったし、いわゆるインターネットの業界なんてこんな奴らばっかりだよみたいにおかしな先入観を植え付けられていたと思います。これはまあ久住敦志さんが悪いことをしていたっていうよりも、私と彼の方向性は根底から違ったってことでしょうね。それが確かめられたんで、久住敦志セミナーに行ってよかったなと思います。まあ、私と吉谷さんの共通点がローだとすると、久住敦志さんとは被災、旧、区っていう字で合ってますけどね。でも一部が一致してても、この区の字ってのは結構合う人いるんですよ。でもこのローの字はね、いろいろと違和感ありますからね。だから家族という族もそうなんですけども、所属する族、ね、今回私のテーマである族、所属するところが違えば、まあ一緒にいる顔ぶれ、つまり家族も変わっていたんだろうなと思いますよね。まあ、あの頃の運いい選択にグッドラックですね。まあ、でもあれですかね、まあ、吉谷さんの返信が良かったってことなんですかね、やっぱりね、そう考えてみたら。まあね、族ですよね。族。今回は所属の族で終わりです。いってらっしゃい。